そしてまたクレバさんの行きパートの歌詞もすごく良かったし、それをすぐそばで、生で聴いてるナンバーアンダーラインアイさんの図もすっごく良かった。もうこのコラボステージまるっと全部幸せで満たされてた。音楽の力は人々の心を結びつけ、感動と幸福をもたらすものです。その力は、アーティスト同士のコラボレーションによってさらに強化されることがあります。今回、 クレバさんとナンバーアンダーライン愛の3人が FNS 歌謡祭で見せたパフォーマンスはその一例として多くの人々の心に刻まれましたそのコラボレーションはまさに夢のような瞬間でしたクレバさんは日本のヒップホップ界を代表する存在でありその独自のスタイルとリリックで多くのファンを魅了していますナンバーアンダーライン愛の3人もまた各々のの個性を生かしつつ グループとしての一体感を持つ魅力的なアーティストです。そんな彼らが一緒にパフォーマンスすることで生まれるシナジーは、ファンの期待をはるかに超えるものでした。特に、クレバさんが選んだ楽曲、イキパートは、彼のリリックが持つ深いメッセージ性とリズム感が際立つ一曲です。その歌詞には、自己啓発や自己実現のメッセージが込められており、聴く者の,の心に強く響きます。 ナンバーアンダーラインアイの3人がこの楽曲を歌う姿はまるでクレバさんのメッセージを体現するかのようでその感動は計り知れませんまたこのコラボレーションの中で特筆すべきはクレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せた笑顔です彼らの楽しそうな表情は観客にも伝わりまるで一緒にその場にいるかのような感覚を味わわせてくれました音楽の力は ただだ音をを楽しむだけでなくその場の場空気感や感や情を共有すすることにありますクレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せたパフォーマンスはまさにその象徴と言えるでしょう観客の中にはクレバさんのファンだけでなくナンバーアンダーラインアイのファンも多くいました彼らは自分たちの好きなアーティストが一緒にパフォーマンスすることを楽しみにしていましたそしてその期待は見事に依頼ら,られました クレバさんのリスペクトが感じられるステージングナンバーアンダーラインアイの3人が見せたプロフェッショナルなパフォーマンスそれらが一つとなって最高の瞬間を作り出しましたさらにこのコラボレーションはただの1回限りのパフォーマンスではありませんでしたそこにはアーティスト同士の深い信頼関係と尊敬の念が見て取れましたクレバさんがナンバーアンダーラインアイの3人に対して見せた優しさとサポート そしてナンバーアンダーラインアイの3人がクレバさんに対して見せたリスペクトと感謝、それらがステージ上で一体となり、観客に大きな感動をもたらしました。また、観客の中には、初めてクレバさんやナンバーアンダーラインアイを知ったという人もいたかもしれません。そんな人々にとって、このコラボレーションは新たな音楽の魅力を発見する絶好の機会となりました。音楽の世界は広く、深く、 その中で自分の好きなアーティストや楽曲を見つけることは一生の宝となります今回のパフォーマンスは多くの人々にとってその一歩を踏み出すきっかけとなったことでしょう音楽の力は時に言葉を超えて人々の心に訴えかけますそれはリズムやメロディーそして歌詞の持つ力によって実現されますクレバさんの行きパートはその典型的な例です その歌詞は、自己を見つめ直し、自分自身を高めるためのメッセージが込められており、多くの人々にとって心の支えとなるでしょう。n ンバーアン Underline の3人がその歌詞を歌い上げる姿は、まるでそのメッセージを直接伝えているかのようで、観客の心に深く響きました。このようなコラボレーションは、ただのエンターテイメントではありません。それは、アーティスト同士の交流と尊敬の証であり、 観客との心のの心つながりを強化すするものですクレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せたパフォーマンスはその完璧な例と言えるでしょう彼らの姿は多くの人々にとって一生の思い出となりその感動は永遠に語り継がれることでしょうまたこのようなコラボレーションは音楽業界全体にも大きな影響を与えますアーティスト同士が協力し合い 新たな音楽を作り出すことで音楽の可能性は無限に広がりますクレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せたパフォーマンスはその一例として多くのアーティストにとっても刺激となり今後の音楽シーンに新たな風を吹き込むことでしょうこのコラボレーションが実現した背景には多くの人々の努力と情熱がありますアーティストだけでなくスタッフや関係者もまた その成功ののたために尽力しましまそのすべての努力が結実し、最高の瞬間を生み出したのです。観客の歓声と拍手は、その感謝の気持ちの表れであり、クレバさんとナンバー・アンダーラインアイの三人にとっても大きな励みとなったことでしょう。音楽は、人生に彩りを与え、人々の心を豊かにする力があります。それは、ただの娯楽ではなく、 人生のの一部となりうるものですクレバさんとナンバーアンダーラインアイの三人が見せたパフォーマンスはその証しと言えるでしょう彼らの姿は多くの人々にとってのインスピレーションとなり今後も音楽を通じて多くの人々に感動と幸福をもたらすことでしょうそしてこのような素晴らしいコラボレーションがまたいつか実現することを多くの人々が願っていますそれは 音楽の力を信じるすべての人々にとっての希望であり、未来への期待です。クレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せた笑顔とパフォーマンスは、永遠に心に残るものであり、その感動はこれからも続いていくことでしょう。最後に、このコラボレーションを通じて感じたことは、音楽の持つ力の偉大さです。それは、言葉や国境を超えて人々を結びつけ、感動を共有する力です。 クレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が見せたパフォーマンスは、その象徴と言えるでしょう。彼らの姿を通じて、多くの人々が音楽の素晴らしさを再認識し、これからもその力を信じ続けていくことでしょう。このような感動的なコラボレーションが、またいつか実現することを心から願いながら、音楽の力を信じ続けていきたいと思います。クレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人、 そしてすべての関係者に感謝の気持ちを込めて、この素晴らしい瞬間を共有できたことに心から感謝しています。クレバさんがこのコラボで行きパートを選んで歌ってくださったのも何か意味があるのかなぁなんて考えながらその後に3人がすごく楽しそうに歌ってるのを見れて幸せだったご本当にクレバさんをリスペクトしているのが、伝わってきたびっくりマーク。ハッシュタグクレバーアンダーラインナンバーアンダーラインアイアンダーライン FNS 最高のコラボありがとうございました。クレバさんとナンバーアンダーラインアイの3人が笑顔で歌ってる姿を見ることができてとても嬉しかったです。ありがとうございましたスパーク。ハッシュタグ KREVAX ナンバーアンダーラインアイ。ハッシュタグクレバーアンダーラインナンバーアンダーラインアイアンダーライン FNS。ハッシュタグ FNS 火曜祭夏。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン FNS。 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイ。そしてまたクレバさんの行きパートの歌詞もすごく良かったし、それをすぐそばで、生で聴いてるナンバーアンダーラインアイさんの図もすっごく良かった。もうこのコラボステージまるっと全部幸せで満たされてた。ハッシュタグクレバーアンダーラインナンバーアンダーラインアイアンダーライン FNS。期待してた上を行くステージでした、スパークスパーク。楽しかったです。最高でした。 コラボありがとうございました。ハッシュタグ一切合祭。ハッシュタグ KREVAX ナンバーアンダーライン愛。ハッシュタグくればアンダーラインナンバー今見た。賞賛本当にやってたな。賞。さすがっす。めっちゃ嬉しそう。